小池先生の言葉集より、絵は椎茸を描いておきました。ここにちょっと気に入った言葉を書いていきたいと思います。墨をしっかりつけてスタートです。ちょっと長い文です。足りない、足りない、もう一回、なんぼやっても足りない。足りないから歩き続ける。満足したらダメだと言われてましたけど、本当にいつもこれでいいっていうことないですよね。これもやはり小池先生の言葉集からです。自分の言葉も入れます。で、そして最後に落款をします。ここにしましょうか。今日はなんか、そしてちょっと、もしね、色が寂しいかなって思ったら、ちょっと色をかけてあげてもいいんですけど、まあ今日はこのシンプルでいきたいと思います。今回も先生の赤の言葉集から選んでみました。